皆さんこんこにちは彗星読書クラブの森大ですさあ今回解説する本は芥川少女小作砂川文治のブラックボッククボスですえネットの評判を見るといい悪い両極端に分かれてるみたいですね。この作品、本当に面白いのかどうか評価できるポイントは一体どこにあるのかいろんな角度から分析していきます。まずは目次を見てみましょう。 作品の性質上、今回は最後までお話しします。ネタバレありのあらすじですね。そして二つ目、作品読解です。一体何がブラックボックスだったのかという気になるところもお話ししていくんですが、いつもよりもこの作品読解の部分は短めに切り上げることにします。三つ目に移って、日本文学の現状解説。日本文学が近代以後一体どういう流れで発展してきたのかという、いわば 日本文学の地図のようなものをお話しします。これを知ることによって、小説の見方というものが一変するはずです。そして今まで読んできた小説、そしてこれから読む小説がさらに面白く感じられるはずです。そして四つ目。このブラックボックスという小説、20世紀フランス文学の傑作である、神の違法人という小説に非常によく似ているというお話をします。そこに一体どんな意味があるのかというところまで掘り下げていきましょう。さあ、 まずはあらすじです、ね、えっ、ー、とこの小説芥川賞受賞作って、うんまあ、玉石混交なんですけれども物語というかあらすじという観点からするとかなり分かりやすい小説です、えー。主人公はメッセンジャーとして、えー、自転車でコロナ禍の東京を駆け回って書類を届けることをなりわいにしている男佐久間です。 この小説は彼にぴったり貼り付いて語る三人称一元視点という書き方で書かれています。つまり、佐久間が感じること、考えること、佐久間から見えている世界だけを語っているということですね。三人称なんだけれど、他の人の視点には映らない。だから一元視点ということですね。あの、三人称一元視点について詳しくは、鏡の古城の解説でお話ししたので、そちらもお参考にしてみてください。 メッセンジャーになる前、佐久間は自衛隊に所属して、そしてその後は不動産屋の営業も経験しているんですけれど、どちらも上官、上司との喧嘩で辞めているんです。そして、このメッセンジャーとしての仕事を何年も続けている佐久間ですが、冒頭部分、雨の日に転倒してしまって、とぼとぼ歩いて営業所に戻った佐久間なんですね。そんな時に上司から DP ディスパッチャー、つまり、メッセンジャーに指示を与える配車係として、正社員にならないかっていうふうに、所長から提案されるんですけれど、即答はできない。まあ、即答ができないというか、断るんですね。メッセンジャーとしての仕事は長く続けることはできない。で、これは佐久間もよくわかってるんです。ただ佐久間には、目の前にある大きな決断とか、あるいは行動変異をしなきゃいけないっていう時に、そこから逃げ出す癖がついてるんです。 だから、今が良ければいいっていう判断をついついしてしまうんですね。え、それで、給料が安い正社員になるよりも、お、不愛性である個人事業主としてのメッセンジャーという生き方を、お、そこで選ぶことになる。で、えー、彼が三鷹の家に戻って、えー、そこにはコンビニバイトで知り合ったマドカっていう女性が、同居人としているんですね。で、恋人というにはこの二人の会話ってすごくドライなんですけど、ある日マドカが、生理が来ないっていう風に言うんですよ。 だから佐久間は早く生活を安定させなきゃ、ちゃんとしなくちゃっていう風に焦り始めるんです。でも、まどかのために何をすべきかっていうのは彼はわかってるんだけど、求人をまともに探かなかったり、フードデリバリーの仕事も考えるんですけど、考えるんだけど、家にこもって怠惰にゲームばかりやっている時もあったりするんです。 ある日佐久間は自宅を訪れた税務署の調査員に激行して暴行を加えてしまうんですよでしかもそこ偶然通りかかった警察官に対しても暴行を加えてしまって結局刑務所に入れられるんです窓かからは手紙が来るんですがなんだか面倒で返事は出していない で、えー、刑務所内のルールを叩き込まれてるんで、佐久間はもう自分をなんとかそこで抑えられているんですけれど、ある時部屋の中に、同じ部屋の中にトラブルメーカーがいるんですね。で、こいつと喧嘩になって、独居房に懲罰として50日間閉じ込められるんです。でそして、元の部屋に戻されると、あの、 喧嘩っていうのは、いじめられていた囚人仲間を助けたんだっていうふうに噂されていたんですね。だからちょっと佐久間の評価が、そのお、部屋の中だとか囚人仲間の間でちょっと上がってるんですよ。 刑務所内の木工工場で働く日々を繰り返す作間はあの独居房の辛さっていうのを思い出して淡々とした日常をずっと過ごしていくんですそしてふとある時自分がここに来るまでの生活で本当に求めていたものは何だったのかということに気がつくというところでこの小説は終わっていますあの分かりやすい小説なんですね難解なところっていうのはただの一つもない小説です、まあ、普段 小説は読まないけど芥川賞作品は手に取るっていう人は世の中ものすごく多いんです。で結局よくわかんないまま読み終えたりそして挫折したりするっていう話もよく聞くんですけど今回はまだるっこしい部分っていうのが全然なくって新しい場面が次々に描かれていく短い長編小説なので退屈せずに読み通せる作品なんじゃないかなと思います。 えー、というところであらすじ切り上げまして、えー、作品読解に入っていきましょうまずは一つ目どうして三人称一元視点が採用されているのかっていうところちょっとここを注目してほしいんです、まあ、この小説は佐久間の目に見える光景とそして佐久間が考えている内省部分この二つが交互に語られることによって構成されている小説なんです、まあ、本当のことを言えば佐久間 っていう文章中の固有名詞を俺っていう一人称に書き換えても文章はほぼ問題なく成立するような作りになってるんですただそうしなかったこれはかなり正しい判断だったと思いますあの佐久間が考えていることがたくさん語られているからあ、佐久間ってなんかすぐに手出しちゃうけど冷静な人物なんだなというふうに読者はついつい思うんですが ところが、これ実際はそうじゃないんですよ。あの、基本的には、自分に対しても、自分以外に対しても、久間っていうのは、ずっと態度な態度しか取り続けることができないんです。の自分から能動的に何か動くっていうことが、なかなかできないやつなんですね。そして、ごく稀にこう、感情のバンっていう爆発が起こるときに、人生が変わるほどのトラブルになってしまう。そういう人生をずっと送っているわけなんですが、 それじゃダメなんだよなというふうに分かっていてもそのようにしか生きられない男なんです。で実は小説に書かれてあることっていうのは佐久間が考えてることじゃないんですよ。三人称の語り手が佐久間とは当然別にいて、これが佐久間の補助をしている形なんです。つまり佐久間が心の中で思ってたり、 この心の動きとしてキャッチしていることはあるんだけれども、それは全然言語化されてないものなんです。それを三人称が補助して、ようやく言語化されている。というふうに語られている小説がこのブラックボックスという小説なんです。まあ、その語り手が語るほど、佐久間っていうのは、明晰に物事を考えてないんですね。そういう人物を主人公にするために三人称が採用されている。そういう小説であるわけです。 この小説全体としてはどういうふうに捉えるのがいいんでしょうか一言で言うと、この小説は青春小説の最先端というふうに捉えるのが一番いいと思います。この小説全体が何を描いているのかというと、生活がうまくいかない。人生の軌道修正をしたいんだけど、いろんな原因が重なってそれがうまくいかない。そして何が正しいのかは判別できる。 けど、怒りの暴発によって、最悪の選択を結果的に選んでしまう。そういう男の人生の一幕を描いているんですね。ところで、この佐久間って何歳なんでしょうか実は年齢は28歳です。これは単行本の67ページでわかる情報なんですが、28歳といえば、今の私と同じ年齢なんです。だからなんかこの後は、人言じゃない話として読んじゃいましたけどね。 でも世間的に考えたとき、28歳ってどんな年なんでしょうそろそろ落ち着くべき年、それとももっと冒険すべき年なんでしょうか感情とか行動の暴発っていうことを考えるなら、いい参考図書として、これを挙げようかなと思います。えー、2015年文芸春秋から出たフランシス・ジェンセン博士の10代の脳。 で、この本は、自分が若かった頃とか、それから自分の子供がティーンエイジャーの時の頃に経験した突発的な逸脱行動、それから感情の暴発みたいなことが、ティーンエイジャーの脳の中でどうして起こるのかっていう、そういうところを分析した、まあ、エッセイとサイエンティフィックな部分の記述、どっちも入っている本なんです。えっ、ー、と、300ページなんですけど、 これ丸々読もうとすると結構長い本なんですよ。いわゆるあのポピュラーサイエンスって呼ばれているタイプの本ですね。で、この本の結論部分を言うと、まあ、結論だけ話しても本なんて面白くないんですけど、感情の起伏が激しい10代の心理っていうのは、脳の成長過程を考えると、もうどうしようもないんだっていうのが、まあ、この本を読む人が誰でもこうたどり着く結論の一つなんですね。 この本の記述によるとですが、人間の脳がいつ完成するのかというと、30歳頃なんだそうです。その頃になってようやく人間の脳っていうのは完成したと言い得る。そういう代物なんだそうで、最後に完成する部分っていうのが前頭葉。あの、よく感情のコントロールつかさどっているって言われる部位ですね。この前頭葉が最後に完成する。え、じゃあそれまでどんな風に成長してんのよって気になるじゃないですか。 10代の脳っていうのは、この脳のリミッター機能があんまり効いていない状態で急成長するんだそうです。だからその過程で逸脱行動っていうのが起こっていって、社会生活を営む上でものすごく不都合な成長の仕方をしている。それが人間の脳なんだそうです。あの、まあ、を取ったからといって誰もが落ち着くわけじゃないっていうのは、まあ、あの、皆さんお分かりの通りだと思うんですけど、 あの、性別を問わず、この、うまくいかないっていうことを描くのは、青春を描く小説の王道なんです。まあ、これは、あのー、これまでいくつも作られてきたので、例ならいくらでも上げられるものなんですが、いつの時代にもあるものだし、だからこそ、あのなくなっていいものじゃないんですね。その時代その時代で、えー 同じような内容であったとしても、その時代の空気感というものを凝縮して、そこに込めて書かれたものっていうものは、絶対にコンスタントに生み出されなきゃいけないんですの。常に反復して作られて、常に更新されるべきテーマである。これが青春小説であり、そして青春期の反逆であるとか、突発的な暴力であるとか、そういったものを描く小説の特徴というか、まあ、存在意義なんですよね。 だからこの小説っていうのは青春小説の最先端っていう風に捉えて読むのが一番いい見方だと思います。そしてここで三つ目です。何がブラックボックスだったのかというところに分け入っていきましょう。のブラックボックスという単語の意味っていうのを世間的にちょっと確認しておきましょう。中の構造を知らなくても使える装置のことを広い意味でブラックボックスっていうんです。 一番いい例が自動販売機ですよね。私たちは自動販売機の中身がどうなってるのかって知らない。知らないんだけど、お金を入れれば飲み物が出てくるっていうのが分かってる。だから子供でも使える。これがブラックボックスなんです。あのー、要するに、今の現代人の生活の身の回りにある工業製品って全部ブラックボックスなんですよ。もう PC とかスマホなんてその最たるものですよね。えー、そして、えー もうちょっと狭い定義でいくとあの、航空機に搭載されているある装置もブラックボックスってよく呼ばれます。あの飛行データと、それからの操縦室の会話っていうのを録音する機能を持った装置があるんですね。でこれブラックボックスっていうふうに呼ばれていて、あの 1985年の,あの日本航空123便の墜落事件ってあったじゃないですか。で、あれでブラックボックスが回収されたんですけど、あの時にブラックボックスに入ってた生の音声データっていうのはまだに日本航空は公開しないんです。だから、えー、去年の2021年に遺族があの東京地裁に、東京交際かに提訴して、うん 元データを出せというふうに言ったんですね。まあ、その結果というのはまだ出てないんですけど、ずっと日本航空が隠し続けているので、そこに何か秘密があるんじゃないかっていうのは昔から言われているんです。このブラックボックスという単語、作品の前半部分と後半部分で意味がガラッと変わっているんです。それぞれ見ていきましょうか。じゃあまずは前半部分から。 ブラックボックスという単語は作中でただの1回しか出てきません。単行本だと53ページに出てくるんです。これ重要な部分、多分私が見るに作中で一番重要な部分であり、一番好きなシーンでもあるので、えー、少し長いんですが、このまま読み上げています。えー、佐久間が営業所から少し外に出て、外の自販機でコーラを買う、そのシーンなんです。 500ミリリットルの缶のコーラを買い、そういえばこの自販機でこのサイズの缶が売られているのは少ないなと思った。中の喧騒と光が外へ漏れてくる。おもむろに背後の宅地を振り返った。雨が降り、古びたアパートから光が伸びる。アパートの外階段には波形のトタン屋根がついていて、雨水がその終点から下っていた。建物と建物の感劇はほとんどなく、そういう壁と壁の間から立ち上る煙は、 換気扇からのものか。ブラックボックスだ。昼間走る街並みや、そこかしこにあるのであろうオフィスや倉庫、夜の生活の営み、どれもこれもが開け透けに見えているようでいて見えない。ハリボテの向こう側に広がっているかもしれない実装に触れることはできない。そんな予感がぼんやりと真鍮に広がる。この部分を読んだとき、あることを思い出したんですよ。 中学校の国語の教科書に星の道をのエッセイが掲載されたんです。 星野道夫といえばあの、冒険家で優れたエッセイストでもあるので、今でも読み継がれている人ですよね。で、彼は TBS の番組のロケのためにカムチャツカ半島にいて、で、そこで、えっ、ー、と、ヒグマに襲われて殺されたっていうふうに言われてるんです。ただ、えっ、ー、と、確定は正直できないとも言われているんですけど、まあ、状況証拠から言ってこれはヒグマに殺されたであろうというふうに言われてることでも,もう有名ですね。で、そのエッセイの一節っていうのが、 彼が電車に乗っていると、こう夕方の都会の景色の中で窓の外を流れていくい建物がたくさんあるわけですで。その建物の窓の一つ一つには明かりが灯っている。で、明かりが灯っているっていうことは、そこに人の生活があるわけですね。だから、この自分の短い人生の間で、そこに住む人々と知り合うことができないということに、ものすごく寂しさを感じるんだ、という一節だったんです。 で、これが、確か読んだ時には、実感できなかったんですけど、年を重ねるにつれて、あ、わかったっていう瞬間がある時あったんです。そっか、星の道を感じていた感情って、これだったのかっていうふうにあの思うことがあったんですね。あの、ある時電車に乗っていて、ちょうど夕方だったんですけど。こういうことって、私たちの生活の中にも結構起こってるんですよ。例えば、道を歩いていた時、あ、なんかいい感じの建物だな、とか、 面白い外観の建物だなっていうのを発見したとき、その内側に見てみたい、その中に入ってみたいっていうふうに思うことありませんかで、それから、自分にものすごく親切にしてくれた人に対して、ちょっとその人の生活を知りたいなと思う。もし知ることができたら、その人に恩返しをするチャンスをつかめるかもしれない。まあ、人はそんなふうに思うわけなんですが、ついにそれは叶わない。そんなことが私たちの人生の中では、生活の中では無数に起こっているんですね。 この自販機の前でブラックボックスっていう単語を出すっていうのも意図的か無意識にかわかんないですがこれ面白いところなんですけどでもこの佐久間が営業所の外で自販機でコーラを買おうとするときにそこから見えてた世界そこの光景から感じられた感情っていうものはあの星野道夫のエッセイの中で感じられた寂しさと同じなんですまあ自分は何人かの他人の生活には人生には関わっている 人間生きてたらそういうもんですね。しかしその程度では、あの建物の内側に入るということはついにできない。他人がどんな生活をしているのか、どんな幸福に包まれていて、どんな絶望に打ちひしがれているのか、知りたいって思った時には、でも自分の人生ではそれを知ることができないまま、わからないまま自分は死んでいくんだ。というふうに頭の中では冷静にわかっている。まあ、みんなそういうふうに感じているものなんですね。 それを寂しさっていう風に捉えるのが星野道夫でした。これに加えて自分に見えないところにあるはずの実相、これに触れることができない。この事実、この世界の仕組みをブラックボックスって捉えるのが佐久間なんですね。それはもっとわかりやすい表現に変換してしまうのであれば、自分が自分である以上、 決して引き剥がすことのできない無力感、もどかしさっていうものがこの感情であるのだっていうことなんですね。作品の前半部分では、ブラックボックスというのは自分が関わることができない世界の全てを表す言葉でした。じゃあ、後半部分ではどんな意味を持たされているんでしょうか。後半部分では、ブラックボックス的なものっていうのはなかなか出てこないんです。伏流というか、隠れていると言っていい。 でも、この一番最後のページで、佐久間は自分が求めていたものにようやく気がつくんです。これまで自分が求めていたんだけど、服役したことでようやくそれに気がつく。それが何だったのかということに気がつく。まあ、それが具体的に何だったのかというのは、読んだ人だけのお楽しみなわけですが、佐久間自身がブラックボックスだったっていうことなんですね。あの、ブラックボックスっていうものを、もうちょっと抽象的なモデルで捉えてみましょう。 ブラックボックスっていうのは、入力の値と出力の値が違う構造のことです。まあ、自販機を思い浮かべてもらえれば分かりやすいですよね。お金を入れたらペットボトルが出てくる。つまり入力と出力が違う。で、なんで違うのかっていうと、この内側の構造っていうもので変換されてるからですね。 この内側のブラックボックスの中身っていうものは数学の世界で言うと関数。あのよく中学とか高校でありましたよね。関数。あれ英語で言うとファンクションって言うんですけど、あの関数って呼ばれるものなんです。じゃあここで一つ人間っていうものを一つの関数として捉えてみましょうか。じゃあここで入力は何なのかっていうと、その人が感じている世界の全てです。 じゃあこの関数では何が起こっているのか、ブラックボックスの内側ではどんなことが起こっているのかというと、物事に優先順位がついていくんです。出力として出てくるものは何かというと、その人の優先順位に基づいた行動が出力されてるんですよ。これが人間を関数として捉えた時に出てくるもの。だから人間というブラックボックスの内側で起こっているのは、優先順位をつけるということなんです。作間に嫌悪感を抱く読者っていうのは、 ク間とはもう根本的に異なる優先順位の付け方を自分の中に持っているっていうことなんですね逆にク間に対して親近感を抱く読者っていうのはク間に近い優先順位つまり関数つまりブラックボックスを持っているんですよだからク間の姿この没落していく姿を見て怯える人っていうのも結構いるかもしれない こんな風に、ブラックボックスっていう概念は、この社会の仕組みを理解する上で、非常に役に立つ有用な概念なんですで。この概念の名前を小説のタイトルに採用したっていうのは、言ってみれば、このブラックボックスに溢れ返っていて、もう個人の力ではコントロールが効かない状態っていうものを言い表すための、うーん、なんというか、血まみれのつぶやきのようにも取れるんですよね。 まあ、これをどういうふうに捉えるかというのは、あそれぞれの読者に委ねられているポイントだと思います。というところで、小説の作品読解はこの辺りで止めておいて、3つ目に入っていきましょう。今からお話しする内容は、これまでの日本の小説、そしてこれからの日本の小説を読む上で、非常に有用な、そして面白く読むためにとても役に立つ考え方です。 人間の想像力とか創造性イマジネーションとかクリエイティビティっていうものをその系譜あるいは流れ潮流っていうものにはやはり転換点とか境界線みたいなものがあるんですよあるんですけどそれははっきりしていることもあればもう誰も気がつかないぐらいゆっくりした変化であることもあるんですねだから 変化してから、時間が経ってからでないと、人はその変化があったことにすら気が付けないんです。日本文学の現状で、小説家たちが一体何を書いているのか、まあ、それは意図的にやっているのか、あるいは無意識にやってしまっているのか、ともかくとして、何を描いてしまっているのか、これが分かりさえすれば、小説って 読むのが格段に面白くなるはずなんです。そこで非常にいい参考図書をご紹介します。えー、岩波書店から出ている、岩波講座現代の第一巻、現代の現代性です。あの、岩波が出している講座現代っていうのは古いものもあるんですけど、これ新しいやつですね。えー、と、この第一巻が非常に面白いことを言ってるんですよ。 あのー、今、韓国文学がたくさん翻訳されていますけれど、この翻訳されている中でも、もうトップランナーの翻訳家っていうのは、斉藤真理子さんですね。で、この斉藤真理子のお姉さんが文芸評論家の斉藤美奈子なんです。もう斉藤美奈子といえば、日本を代表する文芸評論家です。あの、90年代に、妊娠小説っていう評論を出して、あのー、もう、 評論の世界を一変させた、あの、それぐらいの鋭い知性の持ち主なわけなんですが、この斉藤美奈子の発言と、それからそれを受けて、社会学者の大沢正知が、話題をまとめた、その2者の発言っていうのが、おそらく現代日本文学を捉える上での定説という位置づけていい見方なんです。ちょっとこれについて詳しくお話ししますね。斉藤美奈子によると、 要するに、日本近代文学っていうのは、インペリ男の悩みを語ってきたんだと。私はどういうふうに生きていけばいいのか。これが一番のテーマであって、そこから派生して恋愛というテーマが出てきて、えー、私小説という書き方が生まれてくるで。そうでないものは、通俗小説っていうふうに呼ばれたと。 で、戦後これどういううに変化したのかというと、まずインテリ学生がどういう政治的姿勢を持つかっていうのが前傾化した問題であった。で、その代表例というのが大江健三郎であったというんですね。ところが、80年代に入ると、もう新しい考え方をしてくる若い世代が出てきて、そんなものはもう昔の話だよというふうに、過去のスター作家たちに印度を渡すんです。 で、その代表例が田中康夫のなんとなくクリスタルだったりする。で、この頃、批評家が文学史を書かなくなるというふうに斉藤美奈子指摘してるんですよあ。これ考えてみると確かにその通りですね。あの、理由はいろいろあるんですが、ちょっとまあこのあたり詳しい部分は、えっ、ー、とい、いずれの話題として取っておきまして、90年代。90年代に入ると小説というのは一気に難解になる。 それまであった文学賞の中でも、えー、受賞作なしという年が一挙に増えるのがこの時期だっていうふうに言うんです。えー、斉藤美奈子の、まあ、半分冗談半分本気、まあ、もしかすると9割本気なのかもしれませんが、要するに受賞作なしっていうのは選考委員をやってる古い世代がもうその感性と知性では新しいものを捉えられなくなったからだろうというふうにもう言ってますね、あのー。それはその通りだと思いますよ。 それは言ってみれば、まるでミレーの具象化の絵を見ていたところ、突然、カンディンスキーがー現れて、えー、抽象画を見せつけられたかのようだというふうに、斉藤美奈子は例えるんです。で、ここで、2000年代に入ると、つまり21世紀に入ると、これまた事情が変わってきて、時代の困難っていうものが、ものすごく色濃く反映されるようになっていく。 代表的な作品の多くは、労働者が主人公。これほんとその通りですねの。日本文学っていうのは、ここに至ってようやく、知識人男性の内面を描くっていうところから抜け出して、外の世界に、実際の社会っていうもので、えー、動いている人たちを主題化することに成功した。 だから、日本文学っていうのはようやく充実してきたんだというのが斎藤美奈子の結論なんです。あの、その通りだなと思いました。まあ、細かい部分を検討していく必要は厳密にはあるんでしょうけれど、あこの見方はもう定説にしちゃっていいなというふうに私は、あの、これ読んだ時判断しましたね。さあ、ここでです。斎藤美奈子の話題を大沢正智が引き取るんです。 なんで日本文学がカン,ディンス好きになっちゃったんだろうね。抽象画になってしまったんだろうね。というところで考えていくと、何を書くか。つまりインテリオ男たちの我らいかに行くべきかっていうテーマ、何を書くかから、どの立場で書くかっていうところに重要性が移行したんだ。という発見を大沢ちがするんです。明治、大正、昭和の知識人っていうのは、要するに、 西洋の動向に並走しているんですね。だから西洋に憧れる。でも自分の身の回り、あるいは日本っていうものは簡単には西洋化できない。じゃあどうすればいいんだろうっていうところにいい悩みとか葛藤っていうものが生まれる。で、この時、西洋に接した知識人というポジションがもう書き手たちの中で自命になってしまったんです。自分がどの 共同体に所属しているのか。それがもう彼らの中では暗に確固としたものとして確立していた。このポジションの自明性というものが1980年頃を境に決定的に崩れ去る。まあ、ここは斎藤美奈子から大沢雅智が引き取ってさらに展開していく部分なんです。この時期に一体誰が出現したか。とても重要な作家が二人出てくるんです。まずは一人目。 1946年生まれであり、戦後生まれ初の芥川賞受賞を作家であり、1976年に三崎で受賞をした中上賢治ですね。それからもう一人は、1949年生まれで、1979年に風の歌を聴けデビューした村上春樹です。 つまり、1970年代の後半から末のタイミングで、今までの流れを決定的に崩す小説家たちが出てくるんですよ。中上賢治といえばあ、今の文脈からいくと、日本とか知識人とかいったあ共同体っていうものを拒否して、その代わりに個人、 それから、被差別部落。彼はそのことをロ地っていうふうに言うんですけど、この路地を描く。そしてこの路地が消失していく、失われていくところまでを描いて、力尽きて没するわけなんですが、この逆に村上春樹って、世界のどこでも通用するような枠組みの小説をずっと書き続けているわけですね。中上賢治の極度にローカルな視点。 その反対に、極度にグローバルな村上春樹の視点。でそれ以前の自明なポジションっていうのは、もはやこの地図の中には残りようがないんです。ということになると、この後どうなるか。大沢正知の結論は、もうここまで来たんだから、個人的な立場から各時代がやってきたっていうことなんじゃないのかと。それが2000年代以降の小説のいわばあり方であるんだと。こういう結論に達するんです。 まあ、おそらく、この斎藤美奈子大沢正智の発言というのは、近代以後の日本文学を説明する上で、最も実態に近い地図であると思います。まあ、この本作、ブラックボックスはあ、今のお話に引き付けて語るなら、コロナ禍の労働者を描いて、実に今にふさわしい小説なんです。えー、そう考えていくと、ブラックボックスって、現代の個人の 自己実現の失敗を描いている小説でもありますね。星野道夫のナイーブな生活実感っていうものは、実はもう遥かに超えていて、社会と自分の間にあるブラックボックスっていうものを、佐久間という人物はもはやうまく扱いきれない。で、その結果、社会的に転落する、その様子を描いている。この小説を読んで、佐久間に同情をした人というのは、 うんある程度はいたでしょうけれど、正直少なかったと思うんです。佐久間の人物造形から考えて。ただ、佐久間の転落の原因が彼の性格であるとか人格的な部分が直接の原因であったのかというと、正直それだけとは言い難いんですよ。彼を取り巻いていたものってたくさんあったんです。コロナ禍という社会情勢、そして経済状況、人間関係、労働環境というものが、 重苦しく彼にもしかかっていて、そして、えー、彼の転落というものが起こったと考えると、間接的に、えー、転落の原因であったとも言えるし、もしかしたら見方によっては直接的な原因であったというふうに捉えられるかもしれない。ここをどんなふうに発見していくかというのが、このブラックボックスという小説の読者の一番の楽しみであると思います。まあ、その部分は、えー、私の解説というのはもう完全に控えて、えー、皆さんに探していただくことにしましょう。そして、四つ目です。 この小説、中上賢治の小説に似ているっていうコメントは SNS 上でちらほら見られるんですよ。まあ、確かにその通りだなと私も思うんですが、それよりももっと比べるべき作品が他にあると思うんですよね。それが20世紀フランス文学の傑作、神の異邦人です。まあ、この小説、新潮文庫からもうこんなに薄い込んで出てるので、かなり多くの人が手に取ったことあるはずなんですが、かなり難しい小説なんですよ、これって。 コロナになってから神のペストがものすごく売れましたけれど、ペストの方がはるかにわかりやすい。それに比べたらこの良法人って掴むのがものすごく難しい小説なんです。 青年ムルソーが母親が死んだっていう伝報を受け取る。で、葬儀には出るんだけれど、翌日、海水浴に行って女の子と遊んで、で、友達付き合いしてたらあ、柄の悪いアラブ人に絡まれて、で、銃で殺してしまう。で、自分に有利なことを言えばいいものを裁判で、 自分に有利な嘘よりも自分の直感とか自分の実感っていうものを語ってどん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 不利になっていってしまってそして最後には極刑を言い渡されるっていうそういう小説ですねで、あの、有名なくせにつかみどころがない作品なんですけどムルソーの人物像っていうのは作間によく似てるんですよ 未来の安定性よりも、その日その日が良ければいいっていうふうに考えたり、自分の衝動に正直で、嘘をつくことにもうそく強い嫌悪感を抱く。でそれから、ムルソーの殺人のように、調査員を殴る佐久間の犯行っていうのも、周りからするとすっごい不可解なんです。そして、無口であって、一言二言本音を話せば状況が好転するはずなのに、そうしない。 そして、えー、一匹狼で、えー、他者に助けを求めないっていうところがもうそっくりなんですね。まあ何より前半部分で事件が起こるまでの主人公の生活を描いていて、そして後半部分では事件が起こってから主人公が服役している様子を描く。この構成が違法人とブラックボックスで全く同じなんです。ただ、砂川文治が神を真似したのかどうかっていうのは全然大した問題ではなくてですね、 同じ形式を80年の時を隔てた作品が、そして2人の作家があ、今の時代に有効だというふうに考えたという、ここが重要なんです。ムルソーとク間が似ているという話、もう少し細かく見ていきましょう。あの、違法人の読解ポイントの一つは、普通の人にとって重大事である出来事に対して、ムルソーが徹底的に無関心であることなんです。 そんなことはどうでもいいとか、どちらでも同じことだとか、大したことはないっていうようなことを心の中でも語るし、実際に声に出して語ることも結構あるんですよね。の有名な部分なんですけど、こう関係を持っている女性マリーから、私を愛してるっていうふうに聞かれるんです。でも、それに対してムルソンの答えっていうのが、それには何の意味もないが、おそらく愛していないだろうと答えるんです。 そんな答え方する男がいるかいと思うんですが、なんかこのあっけらかんとした無関心性っていうのが、あこの小説の面白いところであり、ムルソーという人物が、あ他の小説の登場人物とは違うところなんですね。そしてあの、服役中も恋人と面会をして、あなたが出所したら結婚しましょうっていうふうに言われるんですけど、なんか言わなきゃなっていう使命感、あの、義務感から、本当かねとだけ答えるっていう、あの、そういう場面があるんですね。 それは今わばどういうことかっていうと、所属している社会から期待されるルール、期待される反応っていうものに従わない自由をカくなに守っているということなんです。で、悪い意味で、サクマって無理そうにそっくりなんです。まどかが妊娠してても何の行動も取らないんですよね。あの、他人と自分っていうものをもうここで完全に切り分けてしまっている、切り離してしまっているっていうのが、この二人の共通点なんです。それって、 一見自分を守ってるように見えるんですよ。見えるんですけど、実はこれは最悪の結果を招いてばかりいるっていう、あのー、そういう状態を描いているのが、違法人と、そしてブラックボックスなんですね。でもですよ。こういう想像してみてください。まどかが作間に妊娠を告げるシーン。こんなこと本文に全く書いてないんですよ。書いてないんですけど、想像として、まどかが、もしも、私のこと愛してるっていう風に作間に聞いたとしたら、 佐久間はどう答えたでしょうね。まあそれは読者の数だけ答えがあるでしょうけれど、まあ、何が言いたいかというと、異邦人とブラックボックスの明確な違いがここに出てくるんです。異邦人の主題の一つは愛でした。母親の死に対して淡であったというふうにムルソーは言われるんだけれど、でも自分は母親をとても愛していたというふうに明確に言及するんです。でも周りからはそうは見てもらえない。 かたや、マリーからはもう明らかに好意を寄せられてるんです、ムルソーは。でも、ムルソーはマリーに対しては全然好意を抱いていないし、肉体関係もあるんだけれど、愛を抱かないんですね。まあ、こういう要素があったんです。だからリアルタイムの違法人の読者っていうのは、いやこんな奴がいるんだっていう、うまあ、そういう衝撃を受けたんですね。かたや、ブラックボックスから拭い去られているもの、綺麗になくなっているもの、これは愛なんです。 まあ、おそらく自分の判断とか価値判断っていうものを優先することで起こる悲劇を描くために違法人の時には必要だった愛という要素。これがついにいらなくなったっていうのがブラックボックスという小説なんだと思います。い、ま、わ、あ、ばこれは、えー、書き手の立場の話。じゃあ、作中人物である佐久間の立場に立つとどうでしょうか佐久間って 他人を愛するとか、あとは他人に助けを求めるといった多くの一般人ができるであろうことを全然できないんです。だから次の一歩を踏み出すための道しるべっていうものを何一つ持ってない状態なんですね。ムルソーって最後には自分の意思を貫くことによって幸福を感じて、たとえ極刑になってもいいというふうに思うんです。だからそれは社会と完全に決別する。 ということで、社会と折り合いをつけるっていうことなんですよ。真似したくはないですけど、でもそれも一つの極端な社会との折り合いのつけ方です。じゃ一方、佐久間はっていうと、佐久間にはそこまでご大層な覚悟って全然ないんですよ。出所した時に彼は社会と折り合いをつけられるのか、その希望っていうのも本文中にはついに見出せない。 まあこの次のページ、佐久間の人生の次のページに広がっている余白に一体何が書かれるのか。それは今後の誰かがこの作品とは全く関係ない作品として書かれた小説の中にこの佐久間のその後っていうものが描かれるのかもしれません。それはブラックボックスの続編ということではなくって、 佐久間の今後があるとしたら、あこの作品のようなもので、えー、あろうなというような判断っていうものが、後々私たちにはできるのかもしれません。ところで、作中人物で名前がカタカナ表記なのって、佐久間だけなんですよ。なんか不自然だと思いません 私これってやっぱりムルソーという名前を意識していて、無関心と転落の属性を持った現代の人物の代名詞となれるように、そして佐久間っていう名前が一人歩きできるように佐久間っていうカタカナで付けたんじゃないかって思うんですけど、どうでしょうね。なんか当たらずとも遠からずな感じがするんですけど、皆さんどう思われますか というところで、えー、ブラックボックスの解説、うこのあたりにしておきたいと思います、えー。この水星読書クラブのチャンネルでは、あ文学作品の詳しい解説や紹介の動画をお毎週発信しています。チャンネル登録と、それから高評価ボタン、どうぞよろしくお願いします。